あの立ちながら撮ってきたんで、ちょっと立ちながら。いろんな時にこっち一本、かぶりながら撮ってて、で立ってきて、立ってきた時にこっちの方でしまいながら、多分最初は足の中に入れて、こっちに投げを絞りながら狙ったんですけど、相手が、足をすぐこっちに移動して、来た時にまた入れ替えて、こっつけ。で、腕を取ってる方が下になるように、わざとやって、で、こっつけから逆だ。なので、この相手が立ちながら顔を切ってきたときに、ここでしまえてしまって、で最初こっち振って相手が足抜いて動いてきたときに入れ替え で、この絞ってる手が下になると確実に手が行くなるんで、っていう。あともう一個だけ、これも一回だけやったんですけど、やっぱ超便利なのが矢倉ですね。ここで、着で、これ感覚つかむと本当便利なんで、この四つのこっからでもいけるんで、つけて、で膝も入れて、ちょっと重心落として、ちょっと櫓で、大体倒せます。なんで、櫓もこのこっから練習をします。まず入り込む、足、これが頂戴です。僕の重心がここにあって、で、相手の重心もここの辺にあって、重心と重心をとにかくくっつける、とにかくくっつける、自分の重心と重心でくっつけるったら下に入る、下に入りながらでももちろんです、下から入りながら取ったら、もしくはちょっと腰を落とす、で相手の重心の下に入ってください、下もしくはちょっと落とす、すれば相手の重心に僕が入ってないと、僕が上げても重いですけど、やっぱり相手の重心の下に入り込んでれば、こう足で簡単に上がるんで、密着入って、相手の体重のありそうな下に入って、引きつけながらこの重心ですね、この重心しながら足を上げて、足を上げて、そう、一回この位置キープしたまま、もうよいしょ、やるだけです。この骨盤をグッ、骨盤が高い位置に上がったまま返す、ギリギリまで叩くですね。これが低いとやられてる側もこうやってつけるんで、ギリギリまで高くしてください。ここで上げたら高く、理想で言えばやっぱもう最後の最後がつかないから、そうそう、投げ確定まで、できるだけここだから、ここだからいいです。で、体幹強いやつとかは上げた瞬間、こっちの足をちょっと一回形取ってもらって、こっちを伸ばして準備、投げさせない準備するんで、スーパーリンクのパーティーナ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 ーリンクの